3人がサヌキンに在籍時のベストゲームが知りたい。いやベストゲームだって俺あれやもん、敬語まだいないもん。その時あの鳥取の入れ替え戦のなんかキリさんが生きて生きてキャッチされたのが最高の試合でした、ね、助走でなんかこう止まってなんか駆け引きして、大概そういうのって逆取るやつやのに同じ方向でガッチリキャッチされてます。でもその時にみんなあれキリさん外したみたいな感じでちょっと肩の荷降りて、ああ2分後ぐらいになんかアンドリアが一人でわざとボール奪われて、ああ取り返って得意です。そう、翔平さんがクロス上げて豊さんが決めて、ああ決めたの覚えてる。最高の試合でしたね。